郡山市は、10月に開催されるディズニーのパレードに参加するキッズダンサーを募集します。東京ディズニーリゾートスペシャルパレードは、市政志向100周年記念式典のプレイベントとして、10月27日に開催され、郡山駅前周辺から若葉町交差点周辺までのおよそ1キロを更新する予定です。市は明日から 一緒にパレードするキッズダンサーを募集します対象は市内在住の小学3年生から6年生まで4人1組で一つのチームになります定員は15組60人で応募多数の場合は抽選で決定します多数のあの問い合わせの方をいただいておりまして、えー、反響の多さにとても驚いております 元気なお子様たちの、えー、ダンスを私どもも見たいと思いますので、ふるってご参加いただければと思います募集期間は来月31日までで、市のウェブサイトから申し込みができます。子どもたちが元気いっぱいに体を動かす、ちびっこミニ運動会が、郡山市青少年会館で開かれました。 毎年恒例のちびっこミニ運動会は子どもたちに広い場所で思い切り体を動かしてもらおうと開かれています運動会には市内の3歳までの子どもと保護者30組が参加し国際ビジネス公務員大学校の学生たちがサポートしました参加した子どもたちはおよそ1時間トンネル抜けてゴーゴーなど

元気いっぱいに体を動かしました郡山市は公民館の在り方を地域の人たちと一緒に考えようと懇談会を開いていて参加を呼びかけています地域懇談会は市内に103の施設がある公民館の在り方について話し合うもので各地区ごとに17回の開催を予定しています 公民館は近年少子高齢化や人口減少の影響で維持管理が難しくなっています市は地域の人の意見や思いを聞きながら施設数を見直し残すものについてはどう次の世代に引き継いでいくかを考えたいとしています 現在、これからの100年に向けた公民館施設の在り方について地域の皆さんと共に意見交換する地域懇談会を開催しております。皆さんのご参加申し込みなど詳しくは市のウェブサイトまたは障害学習課までお問い合わせください。